皆さんこんにちは。インスパイアの横田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね2018年4月29日ということで、5月以降から変わることということですね、恒例の記事なんですが、月初めに撮っているんですけど、お伝えしていきたいと思います。かれこれですね、消費税が増税されるとき、2014年の4月から、増税を機にですね、いろいろ変わることが多かったので、毎月変わることということでお伝えしてきたんですけど、今回はですね、2018年5月からということで見ていきたいんですが、その前にですね、2018年の4月末で終わってしまったことっていうのも5月から変わることになりますので、まずその方から見ていきたいと思います。ではこちらからご覧ください。はい、2018年4月末で終わることということでいくつかあります。一つ目、アメーバママサービス終了ということで、僕もね、全然知らなかったんですけど、いわゆるアメブロのサービスの中にというかですね、中にですね、そのアメママっていうかですね、ママさんたちをその集めるようなコミュニティサービスっていうのをやっていたわけなんですけど、これがサービスを終了するということで、ちょっとね、残念な感じになっています。アメブロさん、アメーバさんは結構新しいことをどんどんやってくるんだけど、このようにですね、やらないこと、見切りつけるのも早いです。このようなところが、失敗はね、たくさんしてこその成功があるということで、この通りじゃないかなと思うんですけど、こんな感じになっています。で、実はそのママブロというか、アメママというかですね、このような、ママさん向けのビジネスって結構ですね、みんな狙ってるところなので、本当はやっていきたいんでしょうけどね、多分ここへ注力するっていうことよりも、他のところへ注力するっていうことにかけてるんだと思いますけどね、終了ということでニュースになっていました。はい、では続いて見ていきましょう。こちらです。4月27日で終了ですね。はい、では次のニュース見ていきたいと思いますが、こちらになります。はい、4月27日、株式会社東販が運営するデジタル e-本のサービスを終了ということで、いわゆる電子書籍の媒体の話ですね。電子書籍の方はですね、すごくここもまた移り変わりが激しくて、そしてそのいろんなね、サービス、電子書籍を無料で見れるとかっていうサービスとかね、出てきたり、その出版社同士でもいろんなね、駆け引きがあるわけなんですけど、今回ですね、東販というですね、そんな取り次ぎ店、さんのサービスっていうのが終了するということですね。これはね、いろんなとこがいろんな形で、電子書籍分野に進出してきていますので、ちょっとね、まだ動きはあると思うんですけど、終了ということで入ってきました。という2つかな、4月にあることなんですけど、5月から変わることということで、では次に見ていきたいと思うんですが、5月から変わること、これまずね、1つ目に1個しといていただきたいことは、平成の残りが1年を切るということです。2019年、来年の5月1日に、平成から新しい元号に変わるというふうに言われていますが、そのね、即位などいろんなイベントがあるのが5月1日と言われていて、この5月1日の前後が休みになって、長いゴールデンウィークになるんじゃないかとも言われたりもしていますけど、いよいよカウントダウンで1年を切るということですね。だから特になんてことはないんですけど、いわゆる平成っていう言葉を使ったもの、例えば名刺とかパンフレットとか、もしくは自分のシステムとかホームページとか、こういったところに使っているものは、この1年以内の間に切り替える準備をするんであれば、西暦の方に直しておくっていう方が、もう皆さんね、もうなんとなく分かったと思うんですけど、平成ってちょうど30年続きましたので、30年前ってインターネット業界においてはないんですよ。2018年の、19年か、18年でもいいですけど、30年前って、まだ、1988年ですから、まだインターネットではない時なので、その平成から何々に変わるってことにか、昭和から平成ですか?っていうことに関して、学習してないんですよね。なので、その、ウェブメディアじゃないとこは、その西暦直してるってことを一回経験して、もう一回あったら嫌だからっていうことをね、考えたかもしれませんが、ウェブの方はですね、平成で行ってるケースが多いと思うので、ちょっとここはですね、1年ぐらいかけて、
直していた方がいいと思います。僕も今ね、これ料金してますよね。2018年平成30年とこれ、平均してますけど、西暦の方に切り替えておいた方がいいかなと。というのは、この元号の発表がいつになるかちょっとわからないので、それから準備しなきゃいけないし、まあ、準備したとしても結局、早めには直せないじゃないですか。なので、西暦表示に変えておく、まあ、領収書もそうだし、なんかね、システムの方もそうですね、変えておくことを始めてもいいかなと思います。カウントダウンいよいよですということですね。はい、続いてこちらです。値上げのニュースということで、雪印メグミルクは、家庭用チーズのほぼ全品にあたる59商品を4から17% 値上げというニュースですね。で、一方で、ホットモットの海苔弁が、300円で販売ということで、300円ってかなり、すごいですね。なんか一時牛丼290円って時ありましたっけ？そういうね、時代来ましたけど、一方でね、こういう、値段を下げていくっていうこともやっていてですね、まあ競争が激化してるなと思って、コンビニ対抗って書いてるんですけど、300円はすごいですね。300円台でもすごいのに、300円ですからね。というのが出てきています。そして5月の2日、発行部分が終了ということで、まあこれヤフオクを中心に、このようなですね、新しい、宅配便システムっていうのを出していって、そのコンビニの窓口で受け取るとかね、というものをやっていたんだけど、これも終了するということで、まあ、ちょっとこれ残念なんですけどね、新しい伊藤忠商事が運営していたものなんですけど、終わるということです。で、5月9日、これね、かなり注目なんですけど、大手携帯3社が SMS、ショートメールサービスを進化させたプラスメッセージ提供開始ということで、これ従来のね、SMS では、最大全角70文字のテキストで絵文字を送受信できたけど、プラスメッセージのアプリでは、携帯3社の利用者間であれば、文字数が最大2730文字だから、ほとんど気になることなくできるようになっていて、そしてチャット形式でメッセージ、写真、動画を送受信できるようになるということで、かなり良くなります。これによって、まあ、LINE 対抗っていうのも言われてるんですが、どのぐらいね、このサービスが普及するかってことが、ちょっと注目なんですよね。で、仮に普及していくことが見えれば、そうすると次の展開として、ビジネス利用として、その LINE の公式アカウントとか、LINE アットに当たるものを企業側が提供していくってことも考えられるので、ちょっとここは注目かなって気がしています。ただし、電話番号に紐づいている時点で、これ ID にしないと、電話番号に紐づいている時点で、結局、電話番号って、固定で分かってるので、迷惑メール対策をどうするかってとこですよね。まあ、ちょっとそこが気になる点ではあるんですけどね。まあ、ただ、ちょっと、どのぐらい普及するか、ちょっと注目かなって気がしています。私も実は、ガラケーをですね、今回、最後のガラケーがもう壊れてしまって、またスマホになっちゃったんで、スマホばっかり増えるんですけど、で、家族とはですね、ガラケーでやり取りしてるんだけど、ガラケーとスマホのやり取りでめんどくさいのは、いわゆるショートメールの部分しか使えなくて、ショートメールでも、ちょっと長めのやつとかでも電話番号で送れたのが、送れなかったりするようなことがあったりして、ちょっと不便ですね。このプラスメッセージでどのぐらい改善されるのか、で、ガラケーの人たちにどのぐらいそれが対応できるのか、ちょっと気になる点ではあります。はい、続いてこちらですね。星野リゾート、東京大塚店がオープンというニュースも出てきています。で、5月9日、認定堂のアプリ、ミートモって言うんでしょうかね、サービス終了ということで、これも結構ね、話題になったんですよね。スマホアプリ第一弾として2016年3月に、終わってしまうということで、まあね、任天堂は今ね、絶好調ですからね、こんなとこ頑張らなくてもいいのかなって気もしますけどね、というニュースが出てきています。でですね、大きいのは2つあって、1つがこれ、5月で大きいのは、ヨーロッパ全域における新しいプライバシーに関する規則が適用というのがあるんですが、これ Google がですね、非常に裁判でヨーロッパのところと揉めたところなんですが、まあ忘れられる権利とかですね、いうものもあったりして、そのプライバシーポリシーに関して、いわゆるインターネット業界が、こぞってですね、対策を立てています。で、5月25日から適用されるということで、いち早く、Facebook は4月19日から、この対策を、
出しているし、インスタグラムとワッツアップの方も4月24日からそういう対策をしているし、ピンタレストは5月1日からプライバシーの利益規約の変更っていうのを行っていますと。で、Google Analytics は、その当日ですね、5月25日から変更を行っています。特にこれバズりましたんで、ぜひ皆さんも見ておいていただきたいんですが、設定変えないとね、データが消えるので、設定を変えといてくださいね。こういうニュースも出てきていますし、Twitter の方も、利用規約の変更をしているということで、その、まあ、私の動画を見てくださっている方にグローバルでサービスを提供している方はほとんどいないかと思うんですけど、その特にヨーロッパ向けにサービスを提供している場合はちょっとこのプライバシーポリシーの扱いについてちょっと読んでほしいなと思います。でもう一個ですね、5月でちょっと注目のニュースっていうのがここら辺からなんですけど、いわゆるガラケーにおけるキャリア決済に関してなんですが、モバイルスイカのキャリア決済サービスによる入金、まあ、チャージの終了ということで、いわゆる携帯電話、ドコモとか au とかのでキャリアで決済する、キャリア払いするっていうものに関して、ガラケーの利用者が減ってきているっていうことと、で、そろそろそれに対してのサービスを提供していくことが、会社的に負担にもなってくるので、もうやめるっていう動きになってきて、ここがいわゆるガラケー文化の、なんていうんですかね、結構大きいポイントだったんだけど、これもなくなってきそうな気がしています。まずはモバイルスイカ、そして、全国タクシー、いわゆるタクシーの、あれですね、アプリですね、配車アプリですね。こちらの方でもキャリア決済を終了するということが5月27日に起きています。そして、こちら、これね、アメブロ側に書いてたんだけど、フューチャーフォンのキャリア決済の提供が、各社で終了する。で、これね、僕よくわかんないんですけど、これ、特に、ガラ、ドコモとか au とかソフトバンクは発表してるわけじゃないんだけど、どうも、フューチャーフォンでのキャリア決済の提供各社終了するから、アメブロもやめるんだ、みたいな書き方。アメブロのキャリア決済もやめるんだ、みたいなことを書かれていて、キャリア決済とは各キャリアの ID、パスワード認証を利用して、携帯電話料金と合算で商品の代金支払うことができる。これによって、この各社も辞めるんじゃないかっていうことが出ていてですね、ちょっとこれ気になるんですけど、まあ5月の28日ぐらいには細かい情報出てくると思うんですが、キャリア決済で何か皆さんのサービスをですね、提供している場合、ちょっとこの点は注目しておいてもいいかなって気がします。はい、5月末、ミクシー、チケキャン終了正式発表ということで、なんかね、いろいろ話題になりました。いわゆるですね、転売目的で問題になっていろんなことをしましたけど、ついにこれも終わってしまうということで、5月末だそうです。77億の損失。まあ、これでもミクシーは儲かってるんですけど、こんなニュース出てます。はい。そして5月、ソフトバンクネット配信、スポナビライブを終了。まあ、これはソフトバンクが、まあ、違うとこにまた力を入れていくからなんですけど、まあ、ちょっとね、終わると。で、まあ、ユーストリームもソフトバンクを手掛けて終わるし、まあ、スポナビも終わるしっていうことで、まあ、なんかちょっとね、この動画系のサービスに対して、ソフトバンクの、先を見る目が甘かったなっていう感じがちょっとしたりしていますけどね。はい、メルカリあってのサービス提供終了とか、まあ、これもね、メルカリも、メルカリと次のサービスということで手掛けたんだけど、これ1年ぐらいかな、でもサービス終了になりますね。で、これからさらにね、今今度モバイク、バイクのね、レンタルのサービスとかを始めようとしていますけど、どうなりますかね。シェアサービスですね。はい、そしてソフトバンク、テザリングの無料期間を再延長ということで、4月30日だったんだけど、伸ばすよということでニュースになったりしています。はい、ということで、まあ5月から変わること、まあ大きく2つあって、そのヨーロッパのプライバシーに関する話と、ちょっとキャリア決済に関する、この2つは、ちょっと注目しておいてもいいのかなという気がしています。で、6月から変わることも、順次こう載せていますので、またよかったら見ておいてください。はい、ということで、4月から変わる、5月から変わることということで見ていただきましたが、まあ大きいのはあまりないんですけど、細かい、例えば Twitter とか Facebook とか Instagram とか YouTube とかですね、こういったものは、それぞれのスレッドの方で、変わることを紹介していますので、それはブログの下のところにリンクありますから、そちらの方で追いかけていただければ、
あらゆるニュースについて追いかけられるようになってますので、よろしくお願いします。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。